宇どの駅は、三重県南室郡紀宝町宇どのにある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。新宮方面に進むとすぐに、和歌山県であり、三重県では最南端かつ、最西端及び中日本の最南端の駅である。JR 東海管轄の駅としても、最南端かつ在来線における、最西端の駅である。 駅構内島式ホーム一面二線を有する地上駅となっている。ホームのある上下本線の他に、貨車、機関車留置用の側線がある。駅舎とホームは構内踏切でつながっている。本線は JR 東海の管轄、側線は JR 貨物の管轄となっている。構内南側に開業時からの木造駅舎がある。 駅車内にはシャッターが閉まった状態ではあるが、出殺口や小荷物台が残っている。熊野市駅管理の無人駅であるが、駅の事務室は使用されており、貨車入れ替え作業を行う職員の休憩室として利用されている。2016年の貨物営業廃止に伴い、事務室は使用されなくなった。宇土の駅から分岐する専用線。 JR 貨物の駅は専用線発着のコンテナ貨物の取扱駅となっていたが、2013年3月の改正で通年休止の臨時車扱い貨物取扱駅となり、2016年4月の亀山駅当駅間貨物営業廃止に伴い、正式に廃止された。当駅構内から南方にある北越紀州正式集工場へ続く専用線が分岐している。 総延長は約3キロメートルで全線非電化である。船内の入れ替え作業は日本通運の小型ディーゼル機関車が担当していた。この路線は主に紙製品の発送に使用されていた。工場内に貨物ホームがあり、コンテナ車にコンテナを搭載したまま紙製品の積み込み作業が行われた。発送先は東京貨物ターミナル駅であった。 以前はコンテナではなく有害者で製品を輸送していたが、1994年10月にコンテナ化された。当時は品川駅に発送していた。また、工場で使用する液体塩素などの化学薬品も到着していた。貨物列車は1日1往復、駅を発着する高速貨物列車があった。稲沢方面との間で運行されていたが、 稲沢発の列車は一旦東駅を通過し、新宮駅で折り返した後、東駅へ到着していた。稲沢駅の列車も同じく一度新宮駅を経由していた。2008年3月のダイヤ改正により、新宮駅経由の運行は行わなくなり、東駅から直接発着するようになるも、その5年後の2013年3月16日のダイヤ改正後に、北風月修正が、 船舶による輸送に切り替えることを表明したため、前日の15日付で運行を終了した。末期の発着時刻は、9時36分ぎ、15時40分発であった。稲沢駅まで、国鉄 DD51 系ディーゼル機関車が、JR 貨物古機100系貨滑車7両を引き、稲沢駅で、DD51 を切り離した後、東京貨物ターミナル駅で、荷下ろしされた。 帰省本線の急勾配を乗り越えるため、2008年までは DD51 を2両連結して運行していた。三重県統計省によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通り、気泡町宇どのの北東の外れに位置するが、駅前には商店などが立地する。宇どは、旧紀州生子の企業城下町と言われる。2006年1月の合併まで周辺は、 南室郡宇土の村で、当時は日本で一番面積の小さい村として知られていた。駅を出て、駅前の国道を右に折れると当駅から分岐する、北越紀州静止への専用線の踏切にあたり、左に行くと、同社の工場や宇土のの港へ、まっすぐ行くと、宇土の地区の中心部に至る。専用線の踏切は手動であり、 列車が通るときのみ係員がやってきて、踏切を操作、遮断機を閉める。規制本線新宮方面の列車はこの駅を出ると、この貨物線を左に分けて、やがて、三重県と和歌山県の境をなす熊野川を渡る。熊野川の対岸は、和歌山県新宮市の市街地で、やがて、新宮駅に到着することとなる。熊野川中央部の県境から、橋梁と、 タンツ鶴トンネルとの境目にある会社協会までの間が JR 東海で唯一和歌山県内にある区間となる。ありがとうございます。